全的に堕落しているという聖書の教理の前提であり、プロテスタント、特にカルバン主義神学の根幹となる教理である。カルバン主義の後特筆チューリップの一つ。宗教改革者とプロテスタント正統主義において、恐怖アウグスティヌスによる、現在論が、神学的に発展、展開、構築され、教理的、神学的に提示された。この教えは、ルーテル神学。 改革派進学、ウェスレアン・アルミニアン進学など、プロテスタントにおける、各進学的立場を横断して受け入れられている。ただし、ルーテル教会、カルバン主義と、ウェスレアン・アルミニアン進学の間には、若干の違いがある。ローマ・カトリックにおいては、アウグスティヌスの現在論は取るものの、全的堕落説は取られず、アウグスティヌスの論を全的堕落の根拠とすることに、 ついて否定している。正教会では、アウグスティヌスを全否定はしないものの、アウグスティヌスの自由意志に係る論そのものを受け入れず、全的堕落という考え方は全く取られない。聖書のコンテキストからの聖典解釈から導かれる、全的堕落や、さらには、アダムの堕罪さえも人類に対し影響を及ぼすべき、ものではないと、最初に主張し始めた4世紀のペラギウスは、 救霊は人間の自由意志によって実現され得るのだから、神の救済を必要としないとする。これに対立する人間の自由意志は認められようが、かかる意志も神が予定したものに過ぎないとするアウグスティヌスとの論争はペラギウス派ク論集として著述に残されている。結果、ペラギウスはエフェソス公会議において異端であるとの心血が確定し、排斥された。 人は、アダムの創造主である神への反逆、すなわち打罪ゆえに、その結果として、全敵に堕落したとするもので、ここに、全敵とは、二重の意味を持つ。第一に、その、堕落が、全人類に広がりアダムの末裔である限り、その、堕落から逃れた者はいない、という、堕落普遍性を示す言葉であり、第二に、人格のすべての領域に、その、 堕落が及んでいるという意味において、全敵なのである。つまりすべての人間は堕落しており、また、人間の人格もすべて堕落しているという意味である。神学の第一原理は、人間の堕落、人間の罪である。と言われている。教会史上神学の基本的な形は、ペラギウス主義、ハンペラギウス主義、アウグスティヌス主義の三つしかないとする指摘がある。 ロバート・チャールズ・スプロールは、ペラギウス主義は、アキリスト教、あるいはハンキリスト教であり、自由主義神学とペラギウス主義に救いはないとしている。医師まず、医師の分野において、神に背いた人の医師は、罪の奴隷となっていて、命の源である神の命、すなわち、永遠の命に預からない限り、医師は常に罪に傾いてゆく。アウグスティヌスは、 堕落前と堕落後の人間をこのように分類する。ポッセ・ピカーレ・エデンでは罪を犯す自由もあった。ノンポッセ・ノン・ピカーレ堕落後の人間は罪を犯さずにいるという自由を持っていない。ポッセ・ノン・ピカーレ恵みを与えられた人間は罪を犯さない自由もある。ノンポッセ・ピカーレ天国で罪を犯す自由はない。理性、知性、理性においても人は自らを賢いものとしているが、 その実、愚かになっている。近代、啓蒙主義が起こるにつれて、人間理性は、神から自立した理性として、自己主張し、その結果、物質的世界は、地中海世界から環太平洋世界へと格段に、広がり、現代では、人間の知識は、地球を越えて宇宙へと広がりを見せている。しかし、その一方で、心理学の発展にもかかわらず、 人は己に関して無知であり、霊の世界を見失って、自らを四次元の世界、五感の世界に閉じ込めてしまっている。生まれながらの人間は堕落しているので、聖書を理解することはできず、申請してクリスチャンとなり、聖霊に導かれて、聖書を読んで、初めて聖書を理解することができる。堕落前の世界と堕落後の世界は異なっており、堕落後の人間は、 堕落前の世界を理解することができない。また、人間の知性にも堕落の影響が及んでいるため、学問にもクリスチャンの学問とノンクリスチャンの学問の2種類の学問がある。感情、感情、情緒の分野においても、この堕落の結果は顕著であって、しばしば現代人は感情の盗作を経験する。愛する代わりに憎み、 謙遜である代わりに傲慢となっている。このように、堕落は人格の三要素、地上位のすべてに及んでおり、ここに人の持つ根源的課題があるとされる。ジャン・カルバンはこのように述べる。キリスト者は神の形を帯びることによって、神の子と認識されるように、彼らは堕落して帯びるに至ったサタンの像によって、サタンの子らとして、 正当に見なされるからである。ただし、一般音調があるので、ノンクリスチャン、異教徒が善を行う能力を全く失ったわけではなく、彼らの救いに至ることのない相対的な善を行う、能力は有している。魂が神から離れていることでは、霊的死の状態は悪魔と変わらないが、人間である、異教徒とお使いであった悪魔には、相違がある。 堕落した人間も、悪魔や悪霊ほどの腐敗の進捗は見られない。ウェストミンスター信仰告白16、7は、申請していない者が神に命じられている事柄で、自分にも他人にも有益な善行を行ったとしても、その行為は、罪深いものであり、神を喜ばせることも、神から恵みを受けるにふさわしいものにすることもできない。それでも、なお、彼らがこの行為を怠ることは、 一層罪深く、神を怒らせることであると告白している。これは、悪いものが耕すことは罪である。しかし、悪いものが耕さないことは、もっと罪深いと表現される。ローマカトリック教会において、全敵堕落の見解は取られない。トリエント公会議において、現在と義人に関する教えが取り上げられた。ここにおいて、 人間の自由意志は罪によって弱められるに過ぎず、救いの過程に参与する資格を持っており、人間の救いは、恩寵と人間の行為とによるとされ、宗教改革に対抗する立場が明らかにされている。アウグスティヌスは、カトリック教会において、最大の教師とも呼ばれ重要視されるが、現在と人間性の脆さ、弱さに関する教理、 および、温調の必須であることをめぐっては、しばしば極端に走ったとも指摘される。ルター、ツビングリ、カルバンなどにより、アウグスティヌスに残存していた語尾が、誤って利用されたとカトリック教会では理解される。ローマカトリックにおいては、アウグスティヌスの論が全的堕落説であることをそもそも認めない。正教会は、アウグスティヌス、ルター、 カルバンらが主張したような人間の堕落についての理解を取らない。正教会においては、人間は生まれた時から堕落した条件の中で生きざるを得ず、肉体的な弱化と霊的な病としての一種の弱さ、連帯性の欠如といった結果がその条件からもたらされると理解される。しかし、正教会では罪によって人間がこのように病んでいることは認めるが、 人間の本性が根から堕落し全面的に腐敗を被っているとはしない。ルター主義者が堕落によって人の内なる神の像が失われたとするのに対し、正教会では神の像が混迷したのであって絶滅したのではないとしには失われたが、像は失われていないと主張する。さらに、正教会においては自由意志には、 限界はあるが絶滅してはいないとし、人間の意志は病んではいるとはいえ、依然として善を選択することが可能であると理解される。アウグスティヌスによる堕落の結果、自由意志は失われたという説、人間性はその落ち込んでしまった加護に組み伏せられ、自由を失ったという説に、正教会は同意しない。正教会はエルサレムの正キュリロスのことを取る。 その行うことを実行する力を持っている。あなたは罪を犯すために生まれてきたのではないからだ。悪魔は悪へのほのめかしを行うことはできる。しかし、あなたはあなた自身の意志に背かせることはできない。またさらに、西方教会神学の影響が甚だしかった時代に、聖教の五教的な信仰告白を表したとされる、エルサレム総主教ドシセオス二世は、 1672年にエルサレム地方公会で認められた信仰告白で神は意志する力、すなわちご自身に従うことを意志する力も従わないことを意志する力も取り上げられることはないと断言した。と同時に救いは完全に神のみ技であると申される。どんな配分にせよ神とその共働き者人間それぞれの貢献につき、 割合の概念を当てはめることは否定される。我々の救いという技は、全体的に完全に神の恵みの技であり、かつその神の恵みの技のうちにあって、人間は、全体的に完全に自由であり続ける。神の恵みと人間の自由は互いに排斥することは、考えられず、互いに補い合う。ウラジーミルロースキーによればこれは、同じ現実の二つの極と表現される。 神の恵みの働きの余地が広ければ広いほど、人間の自由も一層活発に働くとされる。以上のような正教会の概念は、正教会において、ペラギウス主義、反ペラギウス主義とは辞任されない。ありがとうございます。